宮崎、右作り直す、なんかスーッと塩浜が入っていく、もう一度持っていく、足元押し込んだ、先制福島ユナイテッド。右でポイントを作って、そこからぐーっと押し上げていきました。右でポイントを作って、ここで攻め込んでいきます。中詰めていた樋口からこぼれたボールでした。浮かせたボール持ち込んで柴田、さらに押し込みます。最後は柴田徹、今シーズン初得点。